点攻防相阻み、試合は7回を終わるまで2対2のタイスコア。8回の表、フライヤーズの攻撃。まずクロー三塁ゴロでワンアウト。バッター1番の皆川、ボールカウント1ストライク3ボール。ピッチャー第5球を投げました。皆川は打ちましたがスタンドに入ってファウルボール。カウントは2、3でやります。ピッチャー第6球を投げました。ボール。皆川はよく選んでフォアボール。ワンアウトランナー1塁でやります。続くバッターは2番の塚本。塚本打ちました。大きな当たり、球はぐんぐん伸びております。センターごと懸命に追いましたが、オーバー。球は緑の塀に当たって跳ね返っております。一塁ランナー皆川、二塁三塁を回って悠々ホームイン。打った塚本、二塁を回って三塁殺到、滑り込んでセーフ。三塁打でやります。ここにフライヤーズは3対2と1点をリードしました。続くバッターは3番石井に代わってピンチヒッター。井の川監督は白木を起用しました。一方タイガース若林監督はベンチより出て各野手を激励しております。波状化プレートを踏んで第9の構え、第1球打ちました。大きな当たり、センターフライでやります。センターごと構えました。取りました。三塁ランナースタート、球はバックホーム、間一髪、塚本ホームイン。フライヤーズこの回2点、4対2とリードしました。さてタイガースは若林監督を中心に円陣を作りました。さあ8回だ、たった2点の差だ。いいか、ベッドをうんと選んでいってくれよ。それから藤村、高めの球は逃すな。いいか、大きいの一つ頼んで、行こうぜ。さあ行こう、行こう、行こうよ。果たしてタイガースこの回反撃なるか。監督若林は三塁コーチャーに入ります。バッターは3番のベッド。ボールカウントは2ストライク3ボール。ピッチャークロー第6球ボール。ついにベッドはフォアボールで一塁に出ました。代わってバッターは4番の強打者藤村でやります。ノーアウトランナー一塁。ピッチャークロー第1球ボール。藤村見送りました。ピッチャークロー一塁ランナーベッドを睨んで第2球打ちました。大きな当たり、センター塚本懸命にバック、球はついに観覧席深々と入りました。藤村堂々たるホームランでやります。ベッド藤村、二塁三塁を回って続々ホームイン。ホームランキングを狙う藤村会心の当たり、ここに2点を挙げ4対2とリードされたタイガースの体勢を一挙に挽回。ここに4対4の同点となりました。かくして勝敗数は軽々に予断を許さず、試合は第9回フライヤーズ最後の攻撃を迎えたのであります。この時フライヤーズベンチはピンチヒッター大下を起用いたしました。大下、井の川監督の策を受け、左のバッターボックス付近盛んにスイングを見せております。フライヤーズはなんとかこの大下を一塁に出したいところ、4対4の同点。大下左バッターボックスに入りました。ピッチャー加藤か第1球打ちました。一塁ゴロ、一塁安い取りました。ベースを踏みます。アウト、ワンダンでやります。バッターは代わって長持ちでやります。打ちました。ショートゴロ、ショート西へちょっとジャグル、すぐ一塁へ投球、間一髪セーフでやります。ワンアウトランナー一塁に出ました。バッターはまたもやピンチヒッター常見でやります。井の川監督作戦を与えました。フライヤーズはランナー長持ちをホームに迎え入れて、なんとか勝利点をつかみたいところ。梶岡また苦心の投球でやります。梶岡第1球投げました。ランナースタート、追い垣二塁投球アウト。かくて2アウトとなってフライヤーズチャンスを逸しました。バッター常にまたセンターフライに倒れて、フライヤーズこの回得点なし。試合はいよいよ9回の裏、タイガース最後の攻撃を迎えました。バッターは梶岡に代わってピンチヒッター5、打ちましてライトフライ、長持ち構えました、掴みました、アウト。バッターは代わって1番の後藤でやります。後藤打ちました。三塁ゴロ、清原取って一塁へ投球アウト、ツーランでやります。さて若林監督は次のバッター金田に高めのボールを狙いと作戦を与えております。金田またにっこり渡ってエダリアオート左バッターボックスに入りました。金田のボールカウントノーストライクワンボール。チャークロー第2球打ちました。大きな当たり、ライス戦ついにホームランでやります。長持ち懸命にバックするといえども、球は観覧席に入りましてホームラン、サヨナラゲームでやります。